はい、どうも皆さんこんにちは、サイケマンです。今日もゼルダの伝説第一の章をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ですね、一角獣の、神殿攻略できました。で、攻略した際にですね、S 極 N 極アイテムを入手できました。で、攻略した後にあいつが言ってましたね、遺跡に行けというようなことを言っていました。ということで、このゲームですね、一回遺跡に行ったことがあるけど、ここだ。ここなんかね、入り口入れなかったんですよ、遺跡に行ったけど。っていう場所があったのと、そう、っていう場所があったので、どうするかってことなんですけど、今回ね、S 極 N 極のこれを入手できているので、結構いろいろ探索範囲が広がってると思うんですよ、この辺とか。こういうところを順々に回っていこうかなと思います。まあ多分ね、遺跡の入り口は入れなかったと。てか入れませんでした。なんか、石板はめろみたいな状態になってたんか。なので石板がないと入れないみたいな状態になっているんですね。で、このゲームに、で、多分遺跡って言ったら多分そこしかないから、右方面、この方面がちょっと怪しいと思うので、この辺方面もちょっと荒らしつつ、で、あとこういうグレーのとこですね。行ってないグレーの箇所を、今日は順々に回るという回にしたいなと思います。さあ、いよいよですね、もうレベル5のダンジョンをクリアしたということで、結構、なんだあれ。でっけ！ちょっとあの身気になるぞ。ちょっと不愉快で入手しよう。なんだあれ。もう全季節できますからね。あらゆる季節。春、夏、秋、冬。回っておきましょう。これ何でしょうか。ガチャの実を手に入れた。早速中身を見てみよう。200ルピー。これあれか。植えたやつか。昔。昔植えたやつが育ったってことですね。いいですね。ガチャの実200ルピー。で、また植えとくと。なるほど。これがガチャなんだ。ランダムでなんか外れで1ルピーみたいな時も下手してあるっていうことだね。はいはい。なかなか面白い要素加わってますね。今作。夢を見る島のなんかあれだよな。派生でってことだけど、こっちじゃないんだよな。ここ方面に入りたいけど、一回遺跡に行ってみるっていうのもありだけどな。一回遺跡行ってみますか。どういう感じなのか。入り口付近に。一回遺跡の方に行ってみます。はい。ということで、カットします。はい。ここですね。ターム遺跡。ここ一回来たけどさ、なんか、神秘的な曲が流れてて、これ入れなかったんですよ。で、多分この石板がね、はめれないと思うんだけど、宝の地図、あるある。ショップホロン。ショップホロン。宝の地図、あるある。ほう。あるある。まあいいや、ホロン村戻ってみるか。だからこの4つのアイテムを入手していけってことなんだ。その宝の地図とやらを入手してね。ということで、ホロンの村に戻りましょう。なるほどね。面白くなってきたね。で、S 極 N 極を使ってなんか入手したりとかってことなんだろうな、多分。あれ、これいけるわ。ここ。灰色になってるけど、ここいけますね。右左。まあこういういけるところは潰しておきます。で、上はこと。オッケーオッケー。これで1個ね、灰色が潰れました。これなんか灰色があることによって、なんか行ってないところが分かりやすいんで、かなり親切ですね。あ、ここ来たことあるんじゃないこれ。断りを知る者よ。わしは待っておったのだ。お主にこれを授けよう。丸い宝石を手に。あ、これじゃん。あ、一応宝の地図がなくても、あれなんだ。その、入手ができるんだ。宝の地図を必須で入手しなければならないってことではないみたいですね。ホロン村は右下。とりあえず向かっていきます。はい、到着しました。ショップといえば一つしかないんで、ここだよな。ここだ。ここに？おっさん。よしやる、欲しいものを持ってくるよろしい。お客さん、ここからはメンバーズカード持てないと入れないあるよ。メンバーズカード？この奥が気になるあるか、何があるかは秘密あるよ。メンバーズカードってあれじゃん。確かウーラのところにあったよね。鉄の。確か。ウーラの奴らが、ここで入手するのかな？ウーラであったけど、私このお店のメンバーズカード持ってるの。珍しいものばかり並んでいて目移りしちゃう。くれ！世界の平和がかかってる。一瞬貸して。貸してくれよ。これ、わざわざ、とりあえずハート買っとくか。ハート買うから、メンバーズカード作ります。
ポイントカード作らせてくれ。ブックオフ形式じゃなかった。そういう名前世界ではなかった。ブックオフの形式だったらアメモカードを作れますかってなるのに。そいつ持ってないか。ラモンの様子がおかしいの。お医者様に連れて行きたいけど、ルピーがなくて少し貸していただけませんか。はい、いいよ。どれいくら貸していただけますか。いくら足りないのか言えよ。150もうどうぞやるよ。メンバーズカードくれ。その代わりあなたは恩人よ。 あなたは恩人よ。終わりかい。え、嘘だろ。終わり終わり。え、どうもありがとう。さあ、あ、オッケーオッケー。さあ、お医者様に見せなきゃ。こいつ本当に子供、お前病気なんか。聞いて。どうもありがとう。さあ、お医者様に見せなきゃ。言うだけのかな。150ルピー、お前。あ、オッケーオッケー。とりあえず、ウーラのとこ行きますか。メンバーズカード確かあったよね。なんか交換できるところで。あいつ150踏んだくって、お前。あれ、お医者様に見せないよ、絶対。ここだっけな、ショップ。どこだったっけ、ショップ。覚えてないが、確かでも、序盤の方にあったと思うから、ウーラ族ね。のんびりしていて、不思議な民族ね。あ、ここ通れるよ。のんびりしている不思議な民族です。ウーラ族は、あったあったあった。これだ。ここにあったんだよね。これかな？ヒレウラ、メンバーズカードって書いてある裏。これだ。とりあえずここ、ケース。よし。メンバーズカード、裏の店で使えるぞと。ということで、戻ろう。どういう民族なのかわからんね。穏やかな民族ってね。特に平和主義な。鉄をなぜか掘ってるっていう。鉄を掘ることだけにはもう執着心が持ってやってるっていう謎の民族です。よ。海賊とかいう変なのが住み着いている裏よ。そういう知能はありますね。ちょっと知能が低い連中ではないのかもしれないね。海賊はこの世界に来ちゃったってことなんだな。お前らを。こいつもこいつもなすげえ。誰がわしのドラを探してこれるやつはいねえのか。我が言っちゃいけねえ。まだ大江さんじゃ冒険者として力不足。遺跡を探検するくらいの一発の冒険者じゃなきゃ話になるんだけど。なるほど。遺跡を攻略した後はここだ。つまり。ってことですね。次ここに来ようってことだ。遺跡探索の後は。よし。メンバーズカードも入手したんで、ショップへ行きましょう。さあ、何が売ってあるのか。ワンピースの場所を知らせてくれるか。これはメンバーズカード。メンバーの人だったあるか。失礼したある。奥でゆっくりしていくといいやろよと。お。はあ。これ何？まあでもこんなもん買うと、これでしょ？これが買えないでしょ。150ルピーあげたからだ。意味不明に。遺跡に関係あるのかもしれない。宝の地図200ルーピーある。マップ画面で見ることができる。光っているところが宝のありかあるよと。うわ、150ルーピーお前。あいつ。まあね。少年がね、助かったのであれば。あ、ここだ。ここと、ここと、右上か。ちょっと右上ちょっと取りに行きにくいけど、行ったことあるマップのみたいですね。とりあえず近場のやつから順々に回収しよう。よしよしよし。さあ、男の子の様子を見に行くか。本当にお医者様に見せたのか。進展なし。お医者様に見せなきゃ。早く見せよう。早く見せよう。絶対嘘じゃん。嘘つきやがって。まあ、ゼルダの伝説のああいう子供関係におちょくられるっていうのはね、定番ですからね。あの、風のタクトとかひどかったでしょ？子供におちょくられど。まあ、ああいうのありますから、ムジュラの仮面はバッタ君よ、言われたり、あなたはバッタ君ね、明日から、みたいな、言われたりとか。風のタクトの内容は覚えてないけど、えらい子供におちょくられた記憶はあるな。
ここだ。パチンコがあるので、受けた。ここですね。よし。これなんかあれだね、初代ゼルダを彷彿させるギミックだね。橋がこう出現してみたいな。黒き魔物ここに眠る。はあ。黒き魔物ここに眠る。何これ、ハテナみたいな、クエスチョンマークみたいなね。なんだこれ。はい。あ、これか、ハテナの実。違うか。おっ、黒き魔物。テールじゃん、ただの。デグテールみたいな感じで出てくんね。デグテールみたいな感じで。あ、X。松型の宝石を手に入れたと。よし、あと2つ。ここ先行きますかね。ここ行ったことのあるマップなんで、簡単に行けるかな。一回村出ないとダメだね、これ。多分ここ封鎖されてるから。一回村出て、川方面から切り込まないとダメかな。よし、次のお宝行こう。右上のが若干厄介っぽいな。あれ、竜巻で飛んでいかないとダメだな。あと、ここ、季節変えれたら、うん、季節変えないとダメなのかな、これ。それとも、上から、こういけんのかな。ここ、季節変えないとダメか。でも、季節変えれるような切り株なんてないんだよね。ここにあるかないかみたいなことか。そこに、切り株があるかどうかってことだよ。なければって感じだけど、いけないのか。ここの下だ。ここに切り株があるかどうか。切り株。ない。ってことはダメだ。上から方面からしか行けない。で、ここは絶対冬なんで、冬の海岸なんで、季節は変えれないと。ああ、うまい具合になってんな。季節で封鎖させてきてるね、ゼルダ。ゼルダは、どういうもので、ルートを行けなくするかっていうのは、毎回毎回、ありますよね。ブレワイとかティアキンはないんだけど、オープンワールド。だから、封鎖とかっていう概念がないんですけど。基本的にゼルダは新しいものを入手しないと先に行けないみたいな仕様になってることが多いんで、どういう風に封鎖するかみたいなのは結構手腕が問われますよね、その先にはね。某エルデンリングみたく、ただ崖が高いだけで封鎖してるみたいなゲームにはなってない、ゼルダは。ここから川を泳いでいきます。ただ崖が高くて登れないみたいな、ただ単なるそれだけで封鎖してるみたいなものにはなってないです。ゼルダはうまい具合にやってますよ。フックショットがなくていけないとかね。で、それがいけるようになったら時の喜びっていうのは等しいですよね。それが面白かったりするんだよな、ゼルダは。で、こうなんだ。お、ハートのかけらだと思います。違います。指輪があるので、もう宝箱開けみたいなのはほぼ機能しておりません。さて、ここの下方面、黒で行ってないところがたくさんあるんで、大量に切り込みたいところではある。お、季節だ。季節は確か冬かな。冬で木を枯らして、上のあの爆弾のとこだ。冬にしないといけない。どっかで。どこかで冬にしないといけない。だからこの辺がめちゃくちゃ怪しいっす。切り株がこの辺にあるかってことだけど、ないんで、やっぱこの辺にあるんだわ。いけるか。それしか方法がないんですけど、下に行けないから、ここに入る方法だ。俺ここどうやって行ったんだろう。俺ここどうやって行ったんだろうね。あ、橋がかかってないから行けないんだ、ここ。冬にしないと木が枯れないんですよ。爆弾で破壊できないから。切り株がこの辺ないんで、あ、ここにあるか。ここに行って季節変えて、ここに侵入して、冬にして侵入して。で、ここに来た時に強制春だったらダメだよな。ちょっと一旦ここ行って、冬にします。で、ここに来てみますわ。多分強制的にこの秋にさせられると思うんですけど、冬を解除させられると思うんですけど、ちょっと一回やってみよう。
ここで冬にし、でこれであそこのマップに行った時に季節が元に戻らなければいいんだよね。ただあそこ強制秋にしてたような気がするんだよな、あの辺近辺まで行った時に。だって横が冬だったから、ここ下2つ強制秋にされるんであれば厳しいが、来週これで秋変わらない。オッケーオッケーオッケー、いける、変わってない、よし。あっと、でもちょっと待て、秋じゃないわ、秋じゃない。どうすんだあれ、あれだ、あの炎のやつで溶かすんだ。痛い痛い、殺されるって。どうすんのこれ、どないすんのこれ。よし、これを溶かすんだ。これで冬の状態で溶かす。溶けません。この枯れてる状態に冬以外でする方法あるか。秋じゃダメ、夏じゃダメ、春もダメでしょ。秋地のみとダメです。スコップ、あ、スコップか、スコップできた。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。オッケーです、スコップできました。知らなかった、雪ってスコップで掘れるんだ。です、ここで3つ目ですね。ラスト1個、ラスト1個がね大変なんですよ。ここですよ。この辺近辺は切り株と洞窟あり、ただあの辺のマップには行ったことがあるので飛んでいきます、竜巻で。これがねかなり便利なんですよね。ある程度まで行こう。ここか、ここが一番近いか、ここが一番近いですね。水浸しの裏まで行きます。よし、こっち方面から、上に侵入していきます。この上です、ここの2個上ですね。一回行ったことあるマップなので行けるとは思うが、ここか、どう入る、どう入る。一回行ったことあるが、このハートのかけらも取る方法謎だよな。あ、冬か、冬にしないといけないのか。山に侵入し、上から方面で、上左下だ。ここの左の下にお宝あり。一回来た時そんなもんなかったけどな、お宝っぽいところなんで。あー、ここの下か。ここの下はちょっといけんぞ。で、ここの左だ。いけんぞ。冬にしたら洞窟に入れるけど、ここの上に行けない。どうやって行ったんだろう、過去の俺は。これ上には。こういう方面で流れるか、こっちから。春だ、春にしないと入れない、侵入できん。いや、もう季節がすごいな、季節の。謎解きのあれが。春だから、秋では無理だね。秋ではジャンプができないんで、冬でも無理なんで、春にし、これ冬だったらなんか侵入できそうだけどな、あそこ。春にして、ジャンプで飛べるので、上からの侵入と。出た。右二つ。ここの実です。にあります。ようやく、たどり着いた。一苦労だったぜ。ここにあるそうです。多分あの洞窟の中だな。何か行ける季節が夏かな、行けるな。ここ来たことあると思うんだ。え、竜の舞うダンジョン、竜の舞うダンジョンは俺攻略済みですね。のバカな、ここにあるってなってんな。これか、あったあった。こんなもんは見つからんて。初見で来た時にあのこのお宝があるってなってるからできるけど、お宝なんもないのにこんなとこ探索しませんわ。だからお宝の地図がやっぱ必要だったってことだね。で、三角宝石、これで4つの宝石が揃いましたということで、遺跡ですね、戻ります。まあワープなんですぐ一瞬で戻れるかなというところですね。はい、戻ってきまして、
はめていきましょう。まるで、縫製がぴったりはまった三角、丸と、OK です。これで開くと思います。開くっていうか、破壊されたやん。破壊されたやん。一回も開いたことなかったんかい。おっと、ダンジョンかなと思ったけど、ダンジョンじゃねえ。ダンジョンじゃないわ。普通に探索だ。夏だ。夏で一回上から、上まで行く。上から行こう。左にキノコあるから秋しか潰せないんですけど、あー、冬でもいいな。冬でも一応こっち方面には行けるね。行けるけど、上には入れるが、左行ってみよう。いや、ワクワクすんね。左に、あー、行けないのか。ここまでか。冬だから行けないのか。ん？あ、これしか降りないと。なるほど。こっち方面ではない。冬でこっちには行けないってところを見るに、冬のここではないということと、あとは、やっぱ夏かな。春はあそこのジャンプ台が使えるけど、左に行けないですね。夏ですね。上から侵入で。うわ、こいつ強いんだよ。こいつ強いんですよ。体力が多いんですね。よいしょ。キノコが破壊できません、次は。季節を変える方法はない。左に行けないんで、春にしてジャンプできるよう、いや、キノコを破壊しないといけないから秋にしないといけないが、これ無理じゃない？ここ入れないんだったら無理じゃない？無理だ。どうすんだろう。左、あそこ登れないと無理だよな。冬にして、冬にしてあそこ登るんか。もしかして。しかないよな。一緒か。一緒だ。飛び降りても一緒だ。こいつはなんか鍵に行ってんのか。はい？一歩出たから冬にしようってことか。そういう仕掛けか。動かせるようになってますよ。っていうか、ここにこいついるんだよね。殺されちまうぞ。まあ、前回ゲームオーバーになってますよね。意味不明なボスによってやられて。意味不明っていうか、ルールを理解できないボスにやられまして。数回やられまして。これは、押しで、いけるわ。押せないのか。ここは押せんのに押せないのか。これは押せるか。押せるけど、押せない。一番上が押せない以上、季節変えるしかないよな。埋める？はいはいはい。どうするんだ。2個。ここは2個押せるか。押せない。次はじゃあどうする？押した状態で季節を変えると、落ちた状態になるってこと。うわぁ、そんなわからんわ。そんなわからんわ。次が、ここも謎解きだ。破壊した状態で秋にすればいいよね。そうしないと草があって通れないから、ここは簡単ですね。なるほどね。今のはうまくやってんな。押した状態で季節変えたら、凍ってないから水に沈むということですね。ここちょっと生き生きしてんな。四季を使うなんかあれだな、ギミックだな。久しく出会ってないよ、こういう面白いギミックには。次が、メイン用な森、メイン用な森に到着し、迷いの森だ。迷いの森ですね。あの景色は迷いの森だ。どうする？
なんでライクライク大量に出るの？どんだけおんねん。迷える森ですね。これ間違いないですね。何かヒントがあるはず。そうだね。迷える森だ。わからんけど、とりあえず季節変えてみよう。季節変えると何かヒント得られるかもしれん。なんか印が出てる季節があるとかね。ない。全部一緒だ。全部一緒だ。これはね、正直な話、もう謎解きとかそんな問題じゃないです。覚えとかないと無理です。覚えとくっていうか、そのヒントをどこかで得た状態で来ないと、無理だと思います。無理だと思います。これは。どこかでヒントをくれるやつがいると思います。そうじゃないと、これはいけないでしょう。ここも成長してないですからね。何のヒントも得てないので、ちょっとわからないので、また次回のパートですね、動画外で何かしらヒントをくれるやつを探しておこうかなと思います。ダメだ、わからん。適当に進むわけにもいかんしな。そうですね。ということで、また次回のパート、この迷いの森から僕は出ることはできるんでしょうか。また次回のパートをお楽しみに。サイケマンでした。ありがとうございました。